どうもこんばんは、マナです。本当に最悪な出来事が起きました。私、昨日の夜、初めて車上荒らしに遭いました。もう本当にもう怒りを通り越して無です。もう本当に最悪でした。どんな感じに車上荒らしにあったのかっていうのをちょっと話しますね。なんかまず普通に私買い物してたんですよ。その日はちょうどビデオカメラを買って、あと他にも小型のカメラとかも買って、でその後ガストのお持ち帰り弁当を買って帰る予定だったんですよ。で、ガストのお持ち帰り弁当を買って戻ったら、もう車上荒らしに遭ってました。もうガラスがもうバリバリに割られてました。で、さっき買ったビデオカメラとかも全部盗まれてました。もう本当に最悪でした。で、一応警察とかも呼んで、どんな感じだったのかっていうのも話して、で駐車場に監視カメラがなかったんですよ。なんで、もしかしたら捕まらないかなみたいな、犯人は。そんな感じで言われました。もう本当に最悪でした。もうガストにさえ呼んなきゃっていう感じです。で、今日はちょっとラブホに泊まってます。なんかもう家にいると、なんかもう、なんだろう、嫌なことがなんか思い浮かべちゃうっていうか、なんかあれなんで、贅沢に、広いベッドをで寝ようかなみたいな。あと広いお風呂で入って一人で、なんだろう、考えるでもないけど、なんか一人で なんかあれしたいなみたいな感じで、そんな感じで、ラブホにいるんですけど今。で、結構買ったんですよ。大体のあれが、普通にビデオカメラを買ったんですよ。4K のすごいいいやつ。それが12万ぐらいで、あと GoPro っていう、それはなんかちっちゃいカメラなんですけど、それが7万ぐらいで、小型のカメラ、ここの、なんだろう、この辺につけられるカメラがあるんですよ。それも3万ぐらいのやつを買って、で、あとお兄ちゃんが買ってくれたワイヤレスイヤホン、あれが8,000円ぐらいだったかな。それも盗まれちゃって、で、あとヘアアイロン、私壊しちゃって買ったやつで、新しいアイロンを買おうと思って買って、それが大体1万ぐらいで、全部で23万8,000円。もうそれが一瞬にして消えたっていう。いや、もう本当にありえないんですけど、もうマジ盗んだ人なんで盗むんですか。今なんかコロナで結構経済的に厳しい人とかがなんか車上荒らししてなんか高いものを盗むっていうのを、警察から聞いたんですよ。
いやーもう本当にありえない。もう23万8000円を一瞬で失うっていうのがもう辛いです。だって23万8000円もあったらもういろんなことできますよ。もう高いあの旅館とかも泊まれるし、あと23万って言ったらもう結構何でも買えるじゃないですか。まあ、それが一瞬にしてなくなるっていう、もう本当にありえないです。はい、まあ一番いいのはその犯人が捕まってくれるのが一番いいです。はい、今日はもう疲れたんで寝たいと思います。皆さんも車上荒らしには気をつけてください。